どうも。今日ご紹介する商品は弱虫ペダルグランドロード弱虫ペダルスイングです。この間2段を紹介しましたが、今回はそれの最初の段をご紹介したいと思います。バンダイから出ている1回300円のガチャガチャで全6種類となっています。ではラインナップをご紹介したいと思います。まず1段ということで、主役の小野田坂道くんです。次がまなみ三角、次が福富十一です。次が金城慎吾、キャプテンですね、この人。次が東堂陣八、で最後が牧島雄介となってます。今日はこの中から3人を紹介したいと思います。まず最初が選手ですね。真鍋三和君です。このシリーズからロードバイクに乗ったポーズで立体化された躍動感のある感じを出そうとするスイングになってます。ロールキーチェーンになっていて、自転車に乗ってる感じがいいです。次が福富十一くんです。この人も自転車に乗ってるポーズをとってます。この人も箱根の選手、後ろ姿はこうか。で最後がこの金城慎吾くんが、ここは総北のキャプテンの人ですね。自転車に乗って、サングラスはちょっとはめてない、こういうポージングになってます。今回のラインナップも総北高校が3人乗ってて、箱根の人が3人いるといったラインナップになってます。こちらが1段のご紹介した3種類になります。カバンなどにもはめやすくなっていますので、ぜひ見てみてください。これからもいろんな商品を紹介しますので、チャンネル登録をお願いします。弱虫ペダルスインググランドロードの1段でした。